マンスリー県政ニュースワイド特集では、自然環境の保全を担う次世代の人材を育成しようという取り組みを紹介。また気軽に楽しく体を動かしてもらおうと県が開発したスマートフォンアプリについてゲストを迎えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド、県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野由美です。では早速この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。企業におけるデータサイエンス人材の育成を目的とした統計データ利活用セミナーが2日総務省統計局と県の共催で行われ、ウェブ形式でおよそ250人が参加しました。講演では東京に本社を置き、大人向けに数学や統計学の教室を展開するワカラ株式会社のデータサイエンティスト川原優也さんが、統計学の歴史やデータのまとめ方、データサイエンスの基礎である集計と可視化について詳しく解説しました。また県調査統計課の長尾義孝主幹と和歌山社会経済研究所の藤本道也研究員が、和歌山の地域経済に関係する実際のデータを使って、その正しい読み取り方や考え方などを紹介しました。優れた発明や考案によって科学技術の改善向上に貢献した人の功績を称える県発明考案表彰の表彰式が3日県庁の政庁で行われ、受賞者の代表に仁坂知事から賞状と記念品が贈られました。表彰には発明賞、創意工夫功労賞、功労賞の3つの賞があり、今年度はこのうちの発明賞と創意工夫功労賞の対象者に表彰が行われました。発明賞には高性能な非接触3次元計測装置を開発した和歌山市の 4D センサー株式会社の森本義治さん、正谷昭弘さんら6県10人、創意工夫功労賞には日野川市の八木農園の中迫泉さんら2県2人が選ばれ、仁坂知事が受賞者を称えていました。さまざまな人権課題についての理解を深めてもらおうという講演会、人権ゼミナールが5日和歌山市で開かれ、弁護士の堀江義次さんが講演し、障害者の不当な差別的取り扱いを禁止することなどを定めた障害者差別解消法の成り立ちについて説明しました。堀江さんは、障害者差別解消法の目的は、障害があろうとなかろうと地域でその人らしく生活できるようにすることで、そのためには地域の皆さんの理解が重要であり、多くの皆さんと連携を図る必要があると話しました。参加者は、障害者から何らかの対応が必要との意思が伝えられたとき、事業者側が対応に努める合理的配慮について学んでいました。全国第6位の移民排出県である和歌山県の移民の歴史に対する理解を深めてもらおうというパネル展が県内各地を巡回して開かれています。北米や中南米、オーストラリアで農業や漁業に従事し、各国の発展に貢献した歴史が各会場で20枚前後のパネルで紹介されていて、紀の川市出身で南カリフォルニアの南下和歌山県人会の初代会長を務めた湯浅銀之助や、幼少期を御坊市で過ごした日系2世で昭和39年の東京オリンピック招致に貢献した和田フレッド勇、美浜町三代出身でカナダ移民の父と呼ばれる久野義兵など、代表的な先人の功績を知ることができます。来年10月には海外・県外の県人会が集まる第2回和歌山県人会世界大会も予定されていて、県民に和歌山の移民史や異文化への理解を深めてもらいたい考えです。パネル展の日程は県国際課のホームページで確認できます。各界で活躍する有識者や企業のリーダーの講義を聞くことで、
経営者として必要な知識や志を学んでもらい、将来の和歌山県を担う人材を育成しようと、平成25年から県が開いている和歌山塾の第9期の卒塾式が18日に行われました。第9期の最終講義では、株式会社インテリックス代表取締役社長木村昭仁氏と、和歌山市出身で日産自動車の最高執行責任者などを歴任した株式会社 INCJ 代表取締役会長の志賀俊幸氏が講演しました。続いて行われた卒塾式では、塾長を務める二坂知事から塾生の代表に修了証書が贈られ、二坂知事は、ここで学んだことを生かして生業に励み、和歌山を引っ張っていってほしいと塾生を激励しました。人と自然が共生する社会の実現について考えてもらおうという、和歌山県の人と自然をつなぐシンポジウムが20日和歌山市で開かれました。県が平成28年度からシリーズで開いていて、今回で5回目です。三坂知事の挨拶に続いて、公益財団法人地球環境戦略研究機関の竹内和彦理事長が、自然共生社会の実現、次世代を担うユースへのメッセージと題して講演しました。地域生態学や環境学を専門とする竹内さんは、和歌山市出身で、幼い頃に和歌山の自然に親しんだエピソードを披露するとともに、今後の自然環境の保全活動には若い世代の参加が不可欠との考えを強調しました。さあ、続いてはマンスリーピックアップです。県が誘致を進めている IR 統合型リゾート施設の整備計画について、住民から意見を聞いて計画に反映させるための公聴会が12日と13日に開かれた話題です。公聴会は12日の海南市に続き、13日は和歌山市の和歌山城ホールで開かれ、事前に募集していた20人の公実人と32人の傍聴人が参加しました。 IR 統合型リゾート施設はカジノ施設だけでなく、国際会議場やミュージアム、ホテルなどが一体となった複合観光施設で、県が令和9年秋ごろの開業を目指して、和歌山市の和歌山マリーナシティに誘致を進めています。この日、会場では講述人が1人5分以内の持ち時間で、県と IR 事業者が共同で作成した区域整備計画案について意見を述べました。この中では、経済効果など和歌山活性化の起爆剤になるといった賛成の意見が出された一方、ギャンブル依存症の増加や治安悪化を心配する声があり、カジノに頼らない発展の方策を考えるべきなどといった反対意見も出されました。2月の9日から1ヶ月間、3月の10日まで、パブリックコメントを実施させていただきまして、多くの県民の皆様からたくさんの意見をいただいたところです。で、この公聴会2回開きましたけれども、この中でいただいた意見も踏まえまして、十分に配慮しつつ区域整備計画案を修正いたしまして、その後に和歌山市であるとか県公安委員会の協議同意をいただきました後に、県議会の方に上程をして、議会の議決をいただきたいというふうに考えてございます。マンスリーピックアップでした。では続いて特集です。県政の今ここが大事と題してお送りします。さまざまな植物が芽吹く季節がやってきましたよね。多様な植物をはじめとした和歌山県の豊かな自然を後世に引き継いでいこうと、県ではさまざまな自然環境保全の取り組みを進めています。先ほどこの1ヶ月の県政の動きの中でお伝えしました、人と自然をつなぐシンポジウムの開催もその一つです。さらに今年度から自然科学分野の調査研究に取り組んだ子どもたちを対象にしまして、和歌山ネイチャーアワードという表彰制度が始まったんです。次世代の自然環境の保全を担う人材を発掘しようということです。先日和歌山市で行われた表彰式を取材してきました。こちらには和歌山ネイチャーアワードの入賞作品がずらりと展示されています。植物や昆虫、鳥や魚などの生物をテーマにした研究や、海や川の環境について調査した成果など、
さまざまなテーマで行われています。子どもたちが一生懸命取り組んだ様子が本当に目に浮かぶようですね。和歌山ネイチャーアワードには個人部門と団体部門が設けられ、個人部門では子どもたちが1年以内に自らが採集して作成した生物の標本や生態に迫ったフィールド活動の成果をまとめたものを募集、団体部門は長期間にわたって統一したテーマで研究した成果をまとめた報告書を募集しました。去年11月15日から30日にかけて作品を募集したところ、個人部門で321点、団体部門で11点の応募がありました。このうち個人部門で18点、団体部門で3点が入賞作品に選ばれ、今年2月から3月中旬にかけて県内3カ所で展示されました。表彰式は3月20日に和歌山市で開かれた和歌山県の人と自然をつなぐシンポジウムの第2部として行われました。式では個人部門で最優秀となる知事賞を受賞した県立紅葉中学校2年生の岸本彩乃さんをはじめ、個人部門の5人と団体部門で奨励賞を受賞した県立田辺中学校生物部アフリカツメガエル班の生徒たちに三坂知事から表彰状などが贈られました。この後、入賞した子どもたちがそれぞれの作品について発表しました。個人部門で知事賞を受賞した岸本さんの研究のタイトルはくるくる回るカエデの種子の仕組みです。この研究の目標は模型などを作り、カエデの種子の落ちる仕組みを理解すること、そしてより効率よく飛ぶ形を見つけることです。今回知事賞を受賞されました。最高の賞と言えると思うんですけども、決まった時はどんな気持ちでしたか？初めはすごく驚きましたけど、知事賞というとても名誉のある賞をいただけて本当に嬉しいです。岸本さんの研究はカエデでしたけれども、はい、この研究に取り組もうと思ったきっかけはどんなことだったんですか？学校の環境という授業の校外学習で猛虎不動谷に行く機会があって、猛虎の担当の先生にカエデの種子がくるくる回って落ちるということを教えていただいたので、そこで興味を持ってやってみようと思いました。将来どんな目標また夢をお持ちですか？紅葉高校に進学すると環境科学科で理系になるので、理科について学べる機会がたくさんあると思うので、そこでより深くたくさんのことを勉強していきたいなと思っています。個人部門の技術賞は3人が受賞しました。和歌山市立川永小学校4年生出山葵さんは、淡水と海水が交わる汽水域の環境と魚類を中心とした生き物を調査しました。田辺市立東洋中学校2年生の向山美月さんは、小学生の頃から8年間昆虫採集を続けていて、これまでの調査の成果をまとめました。県立紅葉中学校3年生の脇本壮志さんは、和歌山市加田の北の浜公園で行った魚類の調査についてまとめました。田辺市立会津小学校2年生の赤嶋京介さんは、個人部門のひらめき賞を受賞しました。枝七節という昆虫の産卵から孵化、幼虫の成長まで粘り強く観察しました。団体部門で奨励賞を受賞した県立田辺中学校生物部アフリカツメガエル班は、力強い言葉で発表を締めくくりました。和歌山県田辺市新城町の鳥の巣半島で生物多様性を保全するため、定着している外来種であるアフリカツメガエルの駆除活動を行っています。半島外にカエルがいるため池があるかどうかの把握や幼体の捕獲方法の開発、その他新しい駆除方法の開発を行っていきたいと思います。
俺たちの戦いはこれからだ。この日は表彰式と受賞者の作品発表に続いて、自然環境室の河尾隆文室長が、県が進めている生物多様性の保全を担う人材育成の取り組みについて紹介しました。また海南市を中心に自然環境の保全活動に取り組んでいる自然回復を試みる会ビオトープ猛虎の有本悟理事と、日本国内のナショナルトラスト運動発祥の地とされる田辺市の天神崎で長年活動している天神崎の自然を大切にする会の玉井澄夫理事がそれぞれの活動を紹介しました。最後に自然環境室の吉田さんにお話を聞きました。今回の和歌山ネイチャーアワードはどういった経緯で始まったんですか？はい、和歌山県は生き物もたくさん住んでますし、自然も豊かな県なんですけれども、そしてまたその生き物を保全する活動をされている方もたくさんいらっしゃるんですが、そういった方々のお話を聞いてますと、活動自体の担い手の方が高齢化が進んでいるですとか、次につながっていかないというふうなことをよくお聞きします。でそこで私たちは将来の和歌山県の生物多様性を担ってくれる人材を育てていこうということで、今回の授業を立ち上げた次第です。今回の応募作品をご覧になってどんな印象でしたか？すごく幅広い作品の応募がありまして、正直びっくりしたところなんですが、粘菌から植物、それから魚類、甲殻類、昆虫類、本当に幅広くて、で子どもたちのそのみずみずしい感性ですとか、大人の世代では思いつかないようなテーマに取り組んでおられたりしまして、逆に私たちの方が気づかされるっていうところもありました。このネイチャーワード、今後はどんなふうに取り組まれますか？来年度もネイチャーキャンプ、ネイチャーアワード、それから動画の作成ということで、進めていきたいと思っています。今年度ネイチャーキャンプの方は、はい、岩出市の方で昆虫と自然っていうのをテーマに取り組んだんですけれども、はい、来年度は紀中紀南の方で森ではなく海の方でテーマができたらなということで考えています。ネイチャーアワードにつきましても、来年度また新規に募集したいなというふうに思ってますので、1年間また研究を続けていただいて、その成果を応募していただけたらなというふうに思っています。子どもたちの発想が素晴らしくて、また発表も堂々としていて、将来和歌山県からたくさんの科学者が生まれそうな、そんな予感がしました。以上、一つ目の特集でした。では続いて2つ目の特集に参りましょう。お年寄りが自宅で気軽に楽しく体を動かせるようにと、県では生き生き和歌山体操アプリと名付けましたスマートフォン用アプリを開発し、1月末から配信を始めました。今日はこのアプリについて担当の長寿社会科上西さんにお話を伺います。上西さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、和歌山県ではこれまでもお年寄りに健康で長生きしてもらおうということで、お年寄り向けの体操を考案してきましたよね。はい、でそれに加えて今回このアプリを開発したというのは、目的は何かあったんですか？はい、和歌山県は県民の3人に1人の方が高齢者で、全国に先駆けて高齢化が進んでいます。はい、でそのうち約2割の方が介護を必要とする要介護状態にあり、はい、でその約4割の方は体を動かさない生活というのが原因になっています。で元気なうちから体を動かす介護予防が大事であり、これまで地域の皆さんが週1回程度集まって体操などを行う通いの場を推進してきました。はい、しかし一昨年来のコロナ禍で集まることができず、体操をする機会がなくなり、健康への悪影響を懸念していました。はい、そのため県では通いの場だけでなく自宅でも体操ができるよう、体操の動画を解説付きで見ることができるアプリを作成しました。なるほど、自宅でも見られるようにということで、今ご覧いただいているのがそのアプリなんですよね。はい、このアプリの特徴、その機能についてご説明いただけますか？はい、今回作成した生き生き和歌山体操アプリは、ラジオ体操一級指導士、県スポーツ振興財団の健康運動指導士、県理学療法士協会の理学療法士
など専門家の方々のご協力のもと、各地域で実施しているラジオ体操や和歌山シニアエクササイズ、生き生き100歳体操などを掲載しておりまして、動画を見ながら通いの場でも自宅でも体操ができるアプリとなっています。はい、で初めて介護予防体操をされる方でも、体操の前に体の動きを確認していただける説明動画や体力測定の動画も掲載しております。また体操動画だけでなく、体操回数に応じて付与されるポイント制度やポイントに応じたランキング機能、日々の体操内容を記録できる活動記録機能がありますので、楽しみながら体操を継続してもらえればと思います。本当楽しそうですね。ではこのお話にありました体操動画の一部をご紹介しましょう。腕を前に伸ばし、手のひらが正面を向くようにします。右手から、せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6。椅子の背につかまり、前にお辞儀をしながら倒します。せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。一見簡単そうですが、実は介護予防に効果が期待できる体の動かし方を見せてくれているんですよね。はい、ではこのアプリの使い方を説明いただけますか。はい、まずは QR コードを読み取るか、 Apple Store や Google Play から、はい、生き生き和歌山体操アプリと検索していただき、アプリをダウンロードします。ダウンロードが完了したらアプリを起動し、新規登録を行います。項目に沿って必要な情報を入力していただき、仮登録を行うというボタンを押すと、登録したメールアドレス宛て本人確認のための認証コードが届きます。認証コードをアプリに打ち込むと登録完了となりますので、登録時に決めていただいた ID とパスワードでログインしてください。はい、ログインが完了するとアプリのホーム画面が表示されます。体操動画を見るというボタンを押していただくと、アプリに掲載されている動画の一覧が表示されます。次に行う体操を選択していただきます。ここで体操をするのが初めての方や体操方法を確認したい方は、説明を見るボタンから体操の説明動画を見ることができます。体操を始めるボタンを押すと体操動画が流れますので、動画を見ながら体操を行ってください。体操が終わるとポイントが獲得できます。アプリの登録方法や使い方についてご不明な点がありましたら、県庁長寿社会課までお問い合わせください。また今後ご依頼がありましたら、皆さんが日頃集まっている通いの場などへアプリの操作説明に伺いますので、ぜひご活用ください。アプリは生き生き和歌山体操アプリと検索いただくか、今画面に出ております QR コードを読み込んでいただきますと簡単にアクセスできます。ぜひチャレンジしてみてください。さて上西さん、今後の取り組みとしましてはどのようなことをお考えですか。はい、現在アプリにはラジオ体操、和歌山シニアエクササイズ、生き生き100歳体操、はい、体力測定の動画が掲載されていますが、今後各市町村で独自で行っている体操などもアプリに掲載して充実していく予定ですので、ぜひご活用ください。はい、楽しみですね。では最後に県民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、スマートフォンだけでなく、ご自宅のパソコンからもご利用いただけますので、通いの場など日頃皆さんが集まっている活動が自粛になった場合でも、このアプリを使って体操を継続していただき、健康を維持してください。はい、わかりました。今日は生き生き和歌山体操アプリにつきまして、県長寿社会課の上西さんに伺いました。上西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にもう一つマンスリーピックアップです。
明治4年1871年の11月22日に和歌山県が誕生しまして、去年の11月で150年になりました。コロナ禍で延期されていたんですが、記念式典が21日に和歌山市で開かれたという話題です。記念式典は和歌山市の県民文化会館で開かれました。和歌山県の150年を振り返る映像が上映され、和歌山児童合唱団が素晴らしい歌声で県民歌を披露しました。式では仁坂知事が県民歌を引き合いに、ふるさとは常に微笑んでくれている、未来に向けて頑張っていきましょうと挨拶。続いて来賓の二階俊博衆議院議員が、次の150年を目指して前進発展させなくてはと祝辞を述べました。和歌山県は明治4年、和歌山、田辺、新宮の3県が統合されて誕生しました。式典は県の150年の歴史を振り返り、未来につなげていこうというもので、ステージでは東京大学先端科学技術研究センターフェローの御厨隆さんが、和歌山の近代150年を問うをテーマに、稲美町出身の芥川賞作家辻原昇さんが、我が聖地我が聖地熊野をテーマに講演しました。この後県の作文コンクールで最優秀賞に選ばれた智弁学園和歌山小学校5年生の菅野さなさん、県立紅葉中学校2年生岸本彩乃さん、そして県立桐蔭高校1年生山本愛奈さんの3人が、和歌山の未来へのメッセージをテーマにした自身の作文を朗読しました。このほか橋本市出身の尺八奏者辻本義美さんと、和歌山市出身のピアニスト中谷正文さんの演奏も披露され、式典に花が添えられました。この式典を通して私たちが今あるのは、これまでの150年間のこの先人たちの努力があってこそ、またその上に私たちがいるんだなということをよく分かりましたし、また今いる私たちが頑張らなくてはいけないんだなというふうに感じました。さて、その和歌山県誕生150年記念式典の模様なんですが、来月2週にわたって放送いたします。テレビ和歌山です。4月17日日曜日と24日日曜日、それぞれ午後2時から午後4時まで特別番組として放送いたします。式典の模様はもちろん、和歌山県の歴史を振り返る映像などもご覧いただけます。また4月17日日曜日には、和歌山県広報番組きのくに21でも式典の模様をダイジェストでお伝えする予定です。では最後にもう一つお知らせです。現在県ではロシアの侵攻で被害を受けているウクライナ国民の生活を支援する義援金を募集しています。口座はご覧の企業銀行県庁支店、紀伊国信用金庫本店営業部、和歌山県信用農業協同組合連合会本所の通りとなっております。口座名義はいずれもウクライナ人道危機義援金で、今年5月31日まで受け付けていて、窓口では手数料はかかりませんが、寄付金控除の対象にはなりません。寄せられた義援金は在日ウクライナ大使館に送られます。マンスリー県政ニュースワイド、次回の放送は4月29日金曜日の昭和の日となっています。来月もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で。